始めていきます。皆さんこんにちは、ピュアレです。元気ですか？今日はですね、私ちょっとすっぴんで、登場しました。まあ、すっぴんでもそうですね、すっぴんでも君は可愛いよって、すっぴんの方が可愛いよとかよく昔は言われたものです、若い時はね。でも、まあ、今は誰にも言われないんですけど、自分で言ってます。すっぴんでも可愛い私が今日はメイク動画を撮っていきたいなと思って、カメラを回してます。スマホで撮ってるんですけどね、手抜きで。その前に実は皆さんもお気づきかも分かりませんけども、私、ちょっとどうでしょうかね、ちょっと髪を切ったんですね。髪をついにまた切りました。2月ぐらい前にも切ったんですけど、まず前髪から始めましてね、切ったって自分で切ったんですよ。自分で切ってるんです。はい。それで、今日はもうだいぶね、後ろもちょっと後ろもね、どんな感じか見てもらおうかな。ちょっとアラが分かっとあれなんで、まあコロナの関係でね、なかなか、まあ、美容院さんもいろいろ、やってくださってはいると思うんですけども、まあ出不精になってしまって、なかなか外にあんまりこうルンルンと行くような感じはこうなくなってしまいましたので、まあ、自分で家で何でもできるような生活スタイルがもう定着しまして、それで、家で自分で髪を染めて、髪も切って、全部やっていると、そんな感じなんで、今日はまず髪を切りましたということと、それと、私のメイク動画この後、ご紹介するんですけども、まず、髪を染めているにあたってね、このヘナを使ってます。これは、吉祥寺で、買って、使って非常に良かったので、それからこうネットで、大量に買うようにしてます。大量というか、まあ、まとめ買いというか、今1箱 400g 入りで、100g の、個包装のが4つ入ってましてね。で、私の場合 100g で、大体、3回ぐらい使います。まあリタッチというか根元だけを、まあ、染める感じなの で髪もそんな長くないですから、そう考えると、いくらぐらいでできるかって、これ 400g 100g が4つ入って、4000いくらだったかな、5000円はしないと思うんですよ。で、こう計算してたら大体1回分300円か400円ぐらいでできる。そうするとそれを月に、2回ぐらいするかな、1ヶ月ちょっと持たない感じですね。月に2回ぐらいやってる感じ。そうすると1ヶ月の、私が紙に、かけるお金がですね、大体600円から800円ぐらい、まあそんな感じなんですね。非常にお財布にも優しいと。1ヶ月、そうですね、600円800円自分で切る。こんな浅いも持てるわけですよ。で、この前やっぱり髪の毛ってこう切ると、前髪でもプツンと切るとなんかわかめちゃんみたいになるじゃないですか。で、まあ、それはそれで可愛いんですけど、であと髪が私も多いので、このすきばさみをこの前も薬局で買ってきて、でこうすいてるんですね。適当にこの辺こう差し込んで適当にこうすいて、でちょっと軽くして、で今こんな感じになったんで、なかなかいい感じだと自分では思ってるんですけど、はい。まあそういうふうに前置きは、まあ、さておき、本題に入っていきますね。で、まあ紙やりました。はい。今回も300円ぐらいでやりました。なんかもう自分の生活がすごい好きすぎて、最近もうなんか自分の暮らしにハマってる。すごい自分がもうますます大好きというか、この暮らしが大好きというような感じなんですけども、そして、メイクですね。メイクに入る前に非常に今汗をかいてきたので、汗を拭きたいと思います。ちょっと待って。はい。はい。なんか私どっかのおっさんみたいにいつもカバンの中にもタオル1本入れとくんですね。なんかどこ行ってもこう汗を拭く。昨日もラーメン食べに行ったんですけど、でラーメン食べに行った時にやっぱりこうきっと汗かくやろなと思って、こうタオル1本ね、もうくちゃくちゃのタオルですけど、もうそれを入れてこう拭
拭いてね、こうやって首も拭いて、さーって食べとったんですけど、まあそんな感じで、まずは、私最近特に思うんですけど、顔とか髪もそうなんですけど、なんかあんまりこう手をかけない、適当にしておくのが一番いいんじゃないかなって、本当にお肌のためにも髪のためにも、あんまりこうごちゃ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 なんかつけたり、そういうことあんまりしない方がいいんかなって、まあ、最近特にそういうふうに思う今日この頃なんでちょっと言ってみましたけど、まあ一応塗ったり塗らないですけど、最近もうほんとお風呂上がりにも何でもつけへん、ほんとこう汗が吹き出してくるじゃないですか、この汗をこういうふうにね、汗のエキスがええか悪いか、まあ、ともかくとしていい油もまあ出てくると思うので、こうなんか内面からこう出てくるって前も動画でも言いましたように、中からこう湧いてくるようなものって意外といいものが、いい成分が入ってるような気もするので、こうあんまり上から重ねないっていうのをちょっと気をつけてるんですね、うん、そうです、はい。それでまあでも今日はちょっとメイク動画なんで、まずは私のお気に入りのオールインワンの化粧水乳液美容液が、まあ、1本になってて600円ぐらいで、前1000円いくらって言いましたけど、スーパー行ったらこの間見たら600円か600円かそんなんでしたわ、本当に安かった。でも驚くなかれ、もっと安いのがあるんですね、こちらはイソフラボン豆乳イソフラボン、豆乳が入ってるんでしょうか、何が入ってるんかよう知りませんけど、なんか無添加とかいろいろ無香料とかこう書いてあるじゃないですか、この化粧水。こちらは、100円ローソンで、東京のね吉祥寺の買いました。思い出の吉祥寺なんか泣けてくるわ懐かしい吉祥寺で、こう適当に、まあ例えば仮に塗るとするじゃないですか、私こうなんか優しく抑えないとダメとかね、こうなんかようわからんけど、なんか言う人いますけど、もうなんか私の場合はもう適当なんだよ、こんな感じ、ほんでまたで適当で、まあ、これを塗ってみたり、たまにね気が向いたらですよ、気が向いたらこの辺並べてるから、この塗ったり、ほいでまたこちらもね100円ローソンで買いました、100ロがね、私の場合はね東京行って100ロの出会いはねすごかったですね、100ロ大好きで100ロしょっちゅう行ってました。でこれも適当にこう塗るとか、まあなんか化粧水とか乳液とか、まあ下地とか言いますけど、下地なんているんでしょうか、本当になんか下地とか養生とか大工仕事じゃないんですからね、別にそんな下地とか私はもうどうでもいいと思ってるんですよ、基本的には何でもいい。でまあこっちやったらもう一本化されてますからね、うん、こういうふうに、まあ、塗ったり塗らんだりですよ、それも塗ったり塗らんだりで、これももう残り少なくなってきましたね、はい、今日15分ぐらい撮ろうと思ってるんで、うん、もうスマホでパーッと15分ぐらい撮って YouTube にアップして、うん、で、まあ、ちょっと耳かけてみようか、うん、ちょっとねメイク動画なんでちょっとね、うん、でこんな感じで下地は、大工仕事の下地は OK ですそして続いていよいよファンデーションに行くんですけど、今日はちょっとリキッドのファンデーションを塗ってみようかなと思って、私の、ピュアレ御用達の、チフレというブランドの、多分チフレやな、違うかな、これはチフレと違うわ、あやか、ちょっと分かりませんけど、スーパーに売ってます、スーパーで買ってきたんです、1000円ぐらいで、まあ、これをちょっと塗ろうかな、まあ、あんまり塗りたないでしょ、ベタベタするから。でもちょっと私の今のこの肌の感じがどんな風になるのかっていうのはちょっとね、うん、ちょっとだけですよ、ちょっと鏡でねちょっとだけ塗ってみますね、まあ、ポンポンポンってこうポンポンポンって置いて、クリクリクリって引いて、まあ塗ってるか塗ってないか、おでこなんか線でいいですよね、髪の前髪で隠しときゃ、あとはこの辺は今マスクで隠れるじゃないですか、だからもうなんちゅうかな、今日は YouTube 用にこの後動画をいろいろ撮っていこうかなと思ったので、ちょっと YouTube 用に
あの一応軽くメイクをするっていうことで、何か極端に適当に塗って、でコンシーラーでこうシミを隠すとかなんかこうやるじゃないですか。やる人もいるんで、私やらめんどくさい、めんどくさい、基本的にめんどくさがりなんです。そしてこのお粉をはたくわけですね。ちょっとお粉のパフがあんまり綺麗じゃなかったんで、ちょっと。取ってきましたね。筆っていうかこういうね、ブラシ、これちょっとつけていきたいと思います。お粉ですね、お白い。はい、これもちふれです。ちふれさん見てる？案件ではないんですよ。待って、私ちふれの CM 出してもらえへんかなと思って、このブランドを広めたい。だって安いんやもん。安くてすごい使いやすい。そしてまあパフね、パフに取るか、まあ私の場合はこういうふうにあのこういうやつでね、ちょっとあのもう粉だけでいい感じ、あの粉だけでいい感じやな。一回メイク動画っていうのやってみたかったんですよ。よく若い子やってるじゃないですか。でこんなおばあさんがね、60のおばあさんがさ、メイク動画撮ってアップするの面白いかなと思って、まあ面白いっていうか面白いことはないけど興味深いかなと思って。興味ある？興味ある人ついてきてね。本当に、まあ、興味のある人はもう見ないでいいんですよ。でおでこもまあね、どうかな、分からんけど、まあちょっとだけしときましょうか。この後動画撮るので。でも前髪切りすぎたかな、なんかちょっとこう横分けですると、ちょっと知的な感じしますよね。教養がこう溢れてくるっていうかね。教養どこにあるんや、そんなもん。見たことないわ自分の。ほいで、で熱なってくる、熱なると、まあまたこれね、こうタオルでもうまた拭いて。結構汗かきなんですね、私ね。でも汗をかくっていうのは非常にいいことなんですよ。そして忘れた、こんな YouTube 他にはないと思うんで。あ、えらいことや。15分で撮ろうと思ったらもう13分まで回ってきた。これ忘れました。ダイソーで買ってきました。眉毛描くやつです。これをこれで眉毛を描きます。三角ペンシルのねやつなんですよ。どっちや、ちょっと笑う。で眉毛をもうちょっと前行った方がいいかな。みんなメイク動画とかなんかちょっとおかしい。この細いところで描かなきゃね。こう毛を一本ずつ植えるようなイメージで、植えるようなイメージでやってません。ただ線を描いてるぐらいのイメージですね。そしてなんかこれぐらいアップした方がいいかな。アップに耐えられるでしょうか。でまあこういうふうに3分ぐらいでやるメイクにしようかな。でこの後ろ側にこういうのがついてるんですね。それでこうなじませます。どう？ね、そして続いてはシャドウに行きます。シャドウはこちら。これもずっと使ってるの、なかなか減らないんですよ。色がでもねいいので、シャネルのもいっぱい持ってるんですけど、私全然使わなくて、これはなんか資生堂系列のこういう時のためにあの常に置いてグレードポーボーボーボーってなんかしら、そういうやつ。これをね、私こういうのがすごい好きなんですよ。楽だから
こう指にこう寝ちくるんですね。寝たくる？寝ちくる？ぬたくる？ぬたくって、そしてこのお目目のつかあのまぶたのとこにこう全体に塗ります。こっち側塗ったんですね。そしてなんかいい感じ、だんだんメイク動画っぽくなってきた。もう一つの方も全体につけます。今つけました。でアイラインをその後で、後か前か知りませんけど、いつでもいいんです。気が向いたら引いてください。そしてそのアイラインの紹介、こちらもチフレさんですね。はい、まあこういうふうに出てきますので、アイラインを引くわけですね。鏡見ながらねどうしたらいいの、こうね、あっちからとこっちからとこう行くとこう線がつながるんじゃないかなって勝手に思ってるわけですよね。そしてこっちも、こんなん誰が見たいんやろ。ラインをちょっと引いてみました。どうでしょうか。でもこういうラインを引く時もあるんですけど、もうなんかラインとかめんどくさい時はこれさ、これはシャネルさんのラインっていうか、なんていうかな、こういうやつ、なんていうかな、手相見てもらってるみたい、よくわからんけど、あの目が大きく見えるとかいう話をお店の人に言われて、何でも言われるとすぐ買う人なんで買ったんですけど、まあ太い線が描けるので確かに目は大きく見えるかも分かりません。ちょっとやってみますね。このあのこれメイク動画ってもっと寄らなあかんのかな。カメラマン募集中、誰かカメラやってくれませんか、無償でギャラなんか出ませんよ、こんなもん趣味で。あ、でもギャラ出るかもしれない、このまま、あのもしかして人気 YouTuber になればね。いつのことか、20年後ぐらいにはなっときたいと思ってます。80の時にはね、よかわいさん80でもかわいいねってね、言われるような、そんな年の取り方をしたいなと思います。だからこれはちょっとよくわかんないんやけど、多分、よくわからん、まあよくわかりませんでした。ちょっとあの目が大きく見えるんじゃないでしょうか。まあ目のあたりはこんな感じですね。あとはまあチフレさんのこの私のお気に入りの、アイシャドウ、こちらも結構使うときありますね。気分によってこういうピンク色、ピンク色をちょっとね指につけて、この指につけたり塗ったりするのがねすごい好きなんですよ。楽なん でこういうちょっと真ん中辺にちょっと置いてみたいね、知らんけど。そうするとちょっと明るくなるじゃないですかね。で全体なじませますね、タオルでだからこう古いタオルをこう用意しておくといいですよ。こうなじませるときね、とか汗拭くときこう便利なんで。そしてビューラーっちゅうやつをね使います。ちゅうやつ、やつはこうするやつね。まぶた挟まないように気をつけますよ。みんなも気をつけてね。これまぶたも挟まん代わりに、まつげもよう挟まん、まつげもよう挟まん、私こうすごい苦手なんですよ。もうね、あ、でもできた。もうようわからん、とにかくようわからんですよ、こう女の世界っていうのがね、女のくせになんかこうメイクとか美容っていうのがね基本的に分かってない。でも今ちょっと気づいたんですけど、なんか今日の動画な長なりそうやから YouTube でちゃんと動画、あの長い目のやつをアップしよう。ちょっとこのもうちょっと眉毛を
もうちょっとこの辺まで書いた方がいいかなと思ったんですよ。なんていうかな、あのここの間をもうちょっと寄せた方がいいかなと思ったで、ちょっと今やり直してるんですね。うん、分からんけどさ、そうするとなんか、うん、よう知らんけど、よう分からんけど、ちょっとなんていうんかな、うん、なんか知らんけど、ちょっとこうこの辺がスッとこうなんか顔の目とか眉毛とかこう全体がこうクッと中心に寄ったような感じがするんですね。私の場合はちょっと目が離れてるっていうか、まあ可愛らしいね、いいんですけど、ここの間がね結構広いんですね。なんかヒラメっていうかウーパールーパーっていうかね、なんかウーパールーパーってまだ可愛いんですけどね、この辺にこう目がついてね、うん、まああんな感じで、ちょっと目が離れてるって言うともヒラメまではいかないんですけど、ヒラメとかカレイまではいかないんですけど、ちょっとこう離れ気味、うん、になってるので、ちょっとこう中央に寄せて、であんまりこう正面から撮るよりもこうちょっと斜めにちょっと斜に構えて、うん、なんか文句あるみたいな感じで、ちょっと強気な勝ち気な女性をちょっとイメージしてね、うん、こういう感じかな、うん、それで、はい、いくら払うの、うん、はい、ちゃんといくらくれるの感じでお金をこうせびりに行くみたいな、まあ、そんなことしませんけど、はい、でまたこう途中で汗がね吹き出してきたので、またこういうふうにね汗を拭いて、そしてこう手ぬぐいをねこう巻いてやろうかな。どうでしょうか、少し変わってきました、うん、ちょっと変わってきたかな。でよく若い子とか涙袋作るとかいろいろやってるじゃないですか、細かいことをね、まあ、それを言うのは私たちはまああんまり関係ないんで、とにかく目だけしっかりしといたら、今マスクでも、まあ、この辺がほうれい線とかやっぱり年取ったらあるじゃないですか。でそういうのをやっぱりマスクが隠してくれるので、あれマスク今はねいい時代になったなと思って、こうしといたら、でここさえしっかりしといたら、えお嬢さん、え 30歳ぐらいですかとか言われそうなんですよね、うん、ここで騙せる。でここにさらにサングラスなんかかけとったらもう騙しまくれる誰か分からんやってそれやとこうで騙すっていうか、もうなんか覆面ですよね、ある種ね、まあ、そこまでするとちょっと犯罪ですから、ちょっとあんまりそこまでやりませんけど。そしてですね、次に、まあ、マスクを取った時も、あ意外と可愛いんじゃないって彼女みたいに言われるように、これをねまた例のごとくこういうポンポン出るやつをね、こういうやつをねこうしてね、そしてここに髪がなんか跳ねとるな、うん、なんかあらが見えるのが嫌やわ、私のこのハサミさばきを、ハサミのさばき方と包丁のさばき方は天下一品って言われたいわ。それぐらいねカットも極めていきたいと思います。まあちょっと今ちょっとつけすぎかな、こうポンポンとほっぺたをね作りました、うふてへ。これ東京のね友達の経営者 のね、うん、女性にね教えてもらったの何でもパクるのえへとか可愛いですよ。なんであの東京でいっぱい友達できたんですけど、もう可愛い人が多くて、もう大好き大好き大好き、もうみんな大好き、見てるみんな見てる、お手振っとこ、見てくれてるかもわからへんからね、うん、そして最後に、これですね、あんまり出すとね折れると嫌なのであんまりいつも出さない、これが大好きな、これは今日はチフレさんじゃなくってシャネルでいきます。でこれでただ普通に塗っとうだけ、
で今はマスクをするからあんまり塗ってもダメじゃないですかね。熱本当に熱で仕上げはこの古いタオルね、もうヨロヨロの汚いタオル、これでで やっとって面白いですなんて動画を撮っとうかなって、こんなのね真似する人もおるんかなとかねこのタオルで適当にこう髪とかね拭いたり、あとこう汁が垂れてくからねこう拭いたりはいちょっと長いね、うんあれね首拭いたりね、あともうこの中にも突っ込んでこう拭いたりさもうなんかおかしいわ。ほいであとこう仰いだりね、こう風をねそんなんでね、あそうそうこれさ、このタオルこれどこやったかで、こうたん声優やったかな、あのイノシシって書いて、今年じゃなくて去年イノシシ年やったんじゃないですか。で私還暦やったのでこれは還暦の記念に買っとこうと思って買ったんですけど、安かったんですねそれをね今こんな適当に使ってるというもう本当に罰当たりな私なんですけど、そんなことで今日は一体何が言いたかったかというとですね、タオル一本持っとけちゅう話でしたそんな感じの動画でした。本当にタオル1本持っとくと便利やよっていう動画をですね、メイク動画という風な名目で、配信させていただきました。もし皆さんの生活の何かお役に立てれば私としては非常に嬉しい限りです。そんなことで、これからもピュアレの YouTube をぜひ見てください。あと東京ネギロックの、新曲を、ネギロックの新曲ですね、ネギロックの2人がもっくんとピュアレが作りました、ソークールガット、ガットじゃない、ソークールガール、ソークールガール、そして、免疫力という歌2曲を、デモテープですけど、まだデモの段階なんで、ですが、YouTube にアップしてますので、ぜひどんな歌か聞いてください。ソークールというのはかっこいいという意味で、そのモックン、ネギロックのね、モックンと、私ピュアレが、一緒に共同で制作しました。モックンがもちろん、音楽作曲をしてくれていますし、タイトルもつけてくれたのは今回もっくんです。ソークールかっこいい女の子、ソークールガールという歌ぜひ、聞いてください。そして免疫力っていう歌は、私が、下手くそなりに自分で弾き語りで作った歌なんですけども、まあ、今のこのコロナの時代に、ちょっともしかしたら必要とされる歌なんじゃないかなと思って、それを聞いて、元気になってくれる人がいたら本当嬉しいなと思って、そんな気持ちで、作りました。もっくんがギターを弾いてロックバージョンに、また、リメイクしてくれました。リメイク本当に、まあ、そんなことで2曲が生まれましたので、これから東京ネギロックのメンバーで、まあ、リモートですけど離れていますので、みんな、リモートでしか、何かをするってことはできませんけど、ライブももちろんできないんですけども、そこでみんなで演奏して、それできてきたみんなの演奏した、それぞれのパートの楽器の演奏を一つにまとめて、そして、一つの大きな、なんていうんですかね、作品として、楽曲としてまた皆さんに、聴いていただくことも、日も近いと思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。そんなことで相変わらず、元気な、明るいアホみたいな私ですけども、皆さんが気楽になってくれたらいいなと思いまして、今日も動画を撮りました。またこれから一生懸命 YouTube 配信していきますので、週に3つぐらい上げようかなって思ってます。すごいでしょ、いつも言うとだけで3日坊主なんですけども、まあ、頑張ります。そんなことで皆さん、タオルを持って今日ね、首に巻いとくのもいいよね、これね、こうやってこうちょっとこう巻いとくとね、おしゃれやと思うし、汗が垂れてけへん、うん。そんなことでピュアレでした。あ、どうでしょうか、この私のメイクは可愛かったでしょうか。もし可愛かったっていう人がいたらグッドボタン、なんじゃほりゃって思った人はバッドボタン、どっちでもいいです、皆さんに委ねます。そしてコメントとかチャンネル登録もしていただくと
嬉しいし、私喜んでますます張り切っちゃうのでよろしくお願いします。ピオレでした。バイバイ。元気でいてくださいね。